父さんが昔サッカーをしていて、お父さんと家でボール蹴ることが多くて、それで始めました。小学5年生で青井西 FC です。小学校6年生の時の NTT で最後負けて県大会に行けなかったのが悔しくて思い出に残ってます。浜松 FC です。クラブユースで東海大会に出たことが思い出に残ってます。いろんな高校練習参加とか行ったんですけど、先輩が東高にいておすすめされたっていうのもあって東高にしました。先輩とかも優しくていい雰囲気でやっていたのが印象に残ってます。チームで力を合わせて攻撃をしたり守備をするっていうところがベスト8です。